バーチャルメイドストリーマーナミエバケーション。やあ、先生圭介だよ。前回のパートでとうとうさ、ラメの上司が出てきたんよな。そして別れ前のタイムリミットがだいぶ短いことに気づかされて、その短い時間を有意義に過ごすためにラメと旅行に行くことになりました。ダルダッテルー。というわけでそんな感じで始まります今回のパート。ラメと一緒にいられる時間もあとわずか。限られた時間を目いっぱい楽しむために行動を起こすのは早めの方がいい。ご主人様、支度はできましたか？もう当日なんこれ。旅行カバンに最後の荷物を積み込んだところでラメが声をかけてきた。ああ、今終わったところ。そっちは？バッチリです。あ、よう考えたらあれ私服やもんな。いつも聞いとるさドエチエチなメイド服姿じゃないもんな。あとは戸締まりを確認して。あ、そういえばガスの無双線は閉めた？はい、ですが一応最後に一緒に確認して回りましょう。今の IH の時代にガスの元栓って言葉出てくるからな。うん、わかった。僕らはこれから、一泊二日の旅行に出かける。向かう先は西の観光地だ。急だったけれど、旅行の予約を取ることができて本当に良かった。きっと、今日が平日の日中だから、休日だからだろう。戸締まりは大丈夫みたいだね。じゃあ、行こうか。何のために持っていくんだよ。なんなん、現地で動画編集でもするんか。旅行系の YouTuber さんなんか。大丈夫だよ。旅行には不要のものだし、逆に何に使うんだよ、お前。なんだ、オフ会コラボ配信みたいなのするんか。うん、俺らは普通にオフでもオンでも一緒におるだろ。でも、いつもお仕事で使ったりしてるじゃないですか。いや、今日ぐらい仕事のことを忘れろ。そう思って、そういう意味も込めての旅行だろうが。旅行中は仕事をしない、そう決めたんだ。え、大丈夫なんですか？報告書とかは少し待ってもらうようにオーナーに言ってるから。それ通してもらっとんじゃ、オーナーに。いや、オーナーにも許可された旅行なんやな、これ。まあさ、長いこと働っきょんやけんさ、それぐらい一回ぐらい許可せんかったらさ、経営者としてさ、ブラックやもんな。そうやな。旅行日を平日のに、忠実にしたのだって、アルバイトの女の子たちだけでもお店を回せらせるように、来客が少ないであろう日を選ぶためだった。万が一のことがあればすぐ電話できるように言っているし、心配な気持ちはあるけれど、仕事のことを関してはきっと大丈夫だろう。何も邪魔されないで、いい思い出をいっぱい作ろう。そのために旅行に行くんだから。天使に昇格したラメとずっと一緒にいることはできない。だからこそせめて思い出だけでも作らなければ。そうやな、最後の時間なんやな、これが。何気にせっかく大天使様が僕らの行為に目をつむって少しだけ待ってくれると言ってくれてたんだ。この時間は1分でも無駄にはできない。こんな会話もちょっとさ、こんなこと考えること自体もちょっと無駄になってきて始まるな、お前。そんな僕の思いが伝わったのか、ラメは少し頬を染めてはにかむように微笑んでいた。かわいい。あ、こういう微笑み方もさ、いいね。ご主人様、何か私にしてほしいことはないですか？ああ、あるよ。してほしいこと？はい。今日という日がご主人様にとって特別な一日になってほしいので。急にそう言われてもな。そうやな。なんか24時間ぐらい、24時間という一日をさ、何でもしていいですよってさ、言われてもさ、逆にさ、なかなか何でもできんよな、これ。カイジの地下での一日外出券使ったけど何してもいいのかわからないみたいな感覚があるんだろうな、カイジでも。僕にとってラメがそばにいることがそもそも特別なんだ。
むしろ特別だからこそ僕らは別れる運命にある。僕は人間でラメイは天使、越えられない壁がそこにある。その壁がなくなってラメイがそばにいることが当たり前になればいいのに。ここの中では結局そう思ってしまっとるところがあるもんな。しかしそれは無理。そこで思ったところでふとある考えが浮かんだ。海外逃亡、まさかの海外逃亡パターン。旅行中だけ恋人になってほしい。攻めたな。おい主人公攻めたな。おいそれは。あ、いやごめん、なんでもない、冗談だよ冗談。さすがに君の悪いお願いだったと自覚して慌て取り繕ろう。それレンタル彼女的なやつやな。一日何円とか何千円とかお金発生するやつ。けれどラミエはそんな僕の手にそっと自分の手を重ねて握ってきた。ご主人様がお望みなら喜んで務めさせていただきます。おお。そのまま腕を絡め取られて恋人がするように抱きつかれる。二の腕に豊満な胸が押し付けられて、その柔らかさにドキッとしてしまう。ああ、やばい、モテない男が金を払ってじゃないとできないことをこの人は平然とやってのける。うわあ、羨ましすぎる。なんで俺のところにはラミエちゃんを振ってこんかったんだろうな。ラミエ冗談だから、ほら腕を離して。これちょっと恥ずかしいですね、ご主人様がいつもより近いです。照れるな照れるな。僕の話聞いてる？聞こえません。いいじゃないですか、こういうのも。今日のラメは結構強引だ。頬が赤くなっているからラメだって相応に恥ずかしいはずなのに積極的やな。その積極性をさ生かして大天使まで上り詰めそうやな一気に。お前男のテンションさたぶらかせて上司に好かれる系のラメになるんだろうな。わかった。押し切られる形でうなずき恥じらいながら笑顔を見せる。するとラメも微笑みを返して僕の腕を強く抱きしめてきたのだった。目的地に到着してすぐ、僕らは現地の観光に出かけた。荷物を置く時間も惜しかったので、旅行バッグを持ちながら歩き回った。行けるんか思うないかな。そうせいか、予約を取っている旅館にチェックインする頃には、足の裏が痛くなるほど疲れていた。わぁ、すごいです、ご主人。おぉ。結構高そうなところを選んだんじゃないの？ラメは興奮して僕のようには子供のようにはしゃいでいる。その様子が微笑ましい。今回奮発してこの旅館の中でもそれなりにいい部屋を予約してよかった。見てくださいご主人様、お部屋の窓から中庭が見えますよ。おお、風流ですね。池を中心にして自然の石や草木を適度に配置した和風の風景が広がっていた。わ、こんなん見たら松尾芭蕉だったら一句読むんだろうな。面積もそれなりに広く迫力がある。邦画のワンシーンを見ているようで、そんな立派な中庭が夕焼けの暖色に彩られている。こういうのを日本庭園って言うんですよね。私この目で初めて見ました。風情があるな。眺めていて落ち着くよ。綺麗ですね。まあそれより綺麗な女の子が目の前にいるんですけどね。窓の外を見ながらラメイがしみじみとつぶやく。僕はその横顔を見つめていた。なんだか不思議な感じです。もう一日が終わってしまう。そんな寂しい景色のはずなのに、儚さと同時に美しさを見出しているような。一泊しかできんもんな。そう言われてみればその一日がもう終わってしまうんじゃ。全然旅行での話とか全くなかったけど、どんなことやりよったん？お前らどんなことやりよったん？他の旅行客が隠れて野外でエッチとかしてないだろうな。始まりがあれば終わりがある。永遠なんてことはありえない。限りがあるからこそそのひとときに美しさが宿るんだと思う。まさに今のさ、ラメちゃんとの最後のひとときみたいな感じになってるからな。まるで僕らの関係を述べているような気分だった。
僕らにずっと一緒なんて言葉はありえない。だから今はこのひとときに美しくあろうと楽しもうとしてもがいている。ご主人様。ダメイが僕の手を握りしめてきた。僕も握り返す。いい雰囲気すぎる。僕らは今日という日を悔いが残らないように存分に楽しめただろうか。歩き回って大変だったけれど、ずっと笑顔でいられたような気がする。今日、ご主人様と一緒に旅行に来れてよかったです。俺もだよ。僕もちょうどそう思っていたところだよ。ラメと一緒に来れてよかった。私たち、わあ、こんな笑顔を描く、これまで見たことあっただろうか。近い、距離感が近い。心の距離がどんどん近づいてきている。別れが近づいてきてると同時にさ、甘酸っぱすぎる。そうだね。でもここで終わった気にならないで最後まで楽しもう。この旅館も結構有名なんだよ。夕食の評判がすごく高いんだ。そうなんですね。これだけお部屋も綺麗ですし、期待しちゃいますね。珍しい温室、泉質の温泉もあるって話だし、食後はゆっくり体を休めてリラックスするのもいいかもね。わ、温泉入るんか。わ、温泉まさか混浴するんじゃねえのこの二人。おい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 、こういうゲームやしありそうやな。温泉に入るのも初めてなのですごく楽しみです。体の流し方とか洗い方とか教えてあげるよ。手取りで足取り隠しちゃダメよ。タオルつけて湯船に浸かっちゃいけないってルールあるんざ。そんな話を交わり、交わしながらしばらく部屋でまったりしていると、仲居の女性が部屋に夕食を運んできてくれた。部屋の机にずらりと並んだ豪勢な夕食を前に、ラメが感極まったような声を上げた。すごく美味しそうです。鮮度抜群のお刺身に海と山の幸を贅沢に使った天ぷら、各種煮付けにデザートでカットされた高級メロンまでついている。全部食べきることができるか心配になる品品目の数だ。そして何よりこの旅館一番の目玉料理が、あ、これ知ってます。すき焼きですよね。すき焼きか。ラメちゃんそんな目になるやな、こういう時って。高級なブランド牛を使っているんだって。部位はロースって言ってたかな。確か火を通した具材を卵液につけて食べるのが習わしなんですよね。ちなみに節田圭介はすき焼き食べるときに卵使わない派なんで。そのすき焼きのタレの味を楽しむタイプの人間なんでね、変わってるでしょ。間違っても卵とじにしちゃダメだよ。早速ラメが卵を割って小皿に移して卵液を作っていく。そして程よく火を通ったロース肉を旬の野菜と一緒につかみ、卵液に浸してパクッと一口。おいしい。ここでさ、食撃の相馬みたいにお服がはだけて裸になってさ、エッチな姿見んかなって思う。ちょっと願望があります。俺頭の中で保管しとくね。俺の頭の中で保管しとくわ。はっ、それはよかった。ほっ、たまに主人公が弓の国のネズミになる。美味しそうに食事を頬張るラミを見ながら、僕は天ぷらに箸をつける。美味しい。新生旅館というだけあって油で揚げていても素材の良さが伝わってくる。衣と中身の食感の違いも舌に嬉しくて、ついつい箸が止まらなくなる。全部食べきれるか心配だったけれど、食べ始めると夢中になってしまい、僕らは30分足らずで食べ終えたのだった。贅沢せやな、贅沢やな。とても美味しかったです。ごちそうさま。ラメがあんなにがっついて食べるの初めて見たよ。まるで俺が女の人のおっぱいを揉む時みたいな感じだったよ。それは言わないでください。恥ずかしいです。大丈夫大丈夫、この後夜に同じ布団でもっと恥ずかしい目に遭うんだから。よく食べることは恥ずかしいことじゃないよ。でも日本に住む人たちって小食な女の子を可愛いって思うじゃないですか。
最近の若者ってそうなんかな。俺はあんまりそういう経験したことないけど、一般的にはそうかもしれないけど、僕のそういうの、僕はそういうの気にしないから。むしろ見ていて嬉しくなるくらいに美味しそうに食べてくれた方が、こっちも一緒に食べていて楽しいよ。ああ、それは店長さんが飲食店の店長だからかな。そういうあの飲食店の店長の人っていうのは、むしろがっつり食う女の人のことを好みに思う節があるんじゃないかなって完全な偏見やけどさ。それでもやっぱり恥ずかしいです。普段の私は食べないので。どれぐらいなんだろう。食べないというのは小食という意味ではない。文字通り何も食べないということだ。あ、天使やけん食べんでもいいってことか。天使だから人間とは体の構造が違う。睡眠も食事も必要のない体。いつもラミエは僕がご飯を食べるのをニコニコと見つめているだけだった。だからこそ見られることに慣れていなかったんだろう。一応舌に味を味覚のあれはあるんやな。その味を楽しめるっていうあれが。そういえばずっとそばにいてくれたのに、一緒にご飯を食べるのはこれが初めてだったんだな。街を観光していた時にところどころで買い食いして一緒に楽しむことはあったけれど、こうして一緒の席についてしっかりとご飯を食べるのは初めてだ。ラメと一緒にご飯を食べることができてよかった。ご主人様、私も嬉しいです。おっと、ほどほどに夜になってきてますね。こうなってきましたら、あの時間ですよね。食後に一息つきながら、部屋に置かれていた館内案内の、小冊子をラメと一緒に見ていた時だった。温泉に入りたいです。来ました！今回のメインイベント。絶対サムネ、温泉に入っているところを写真にしてるだろうな、俺の動画。小冊子に載っていた写真を指さして、ラメが言う。そうだね。そろそろ入りに行こうか。温泉なんて旅行の時くらいしか入る機会がない。こういう時くらいはゆっくりするのもいいだろう。事前で調べたネットの情報にもあったけれど、この旅館には温泉が数種類用意されているらしい。その一つ、その中の一つは露天風呂となっているようだった。露天風呂もいいな。いい景色が見れそうですね。そうだね、ある意味いい景色が見えそうだよね。でもこの露天風呂予約制なのか、珍しいな。それに普通のものと違ってちょっと小さい気がする。貸し切りタイプの露天風呂のようですね。家族連れの方や団体様にぜひって書かれてます。おいおい、貸し切りってことはさ、他に誰も来ないってことだよな。思う存分エチエチなことできちゃうな。貸し切りということはラメと混浴できるのか。やばい、今の主人公絶対顔赤いからな、鼻血出そうなんじゃないの。そんなジャな考えが頭に浮かんで、ハッと我に返って首を振る。自分の節操もなさにため息がつきたくなる。でも大体この誘導が見てる人って大体そういうジャの考えが頭に浮かんでる人だからな。お前らのことだぞ。今回の旅行はそういうことを目的としているわけじゃないし、こんな形で僕に迫られるのをラメも望んでいないだろう。私、この貸し切りの露天風呂がいいです。ワイド望んでるかもしれねえな、これ。それってつまり、ご主人様と一緒に入りたいです。男湯、女湯で別々に入るなんて嫌です。いや、嫌ですとまで言ってしまった。は、本気なのか。はい、あの予約って今からでも取れるのでしょうか。いや、これでダメって言ったらゲーム的に空気読めてるからな、俺。それは聞いてみないとわからないな。一旦小冊子をテーブルに置いて、内線を使ってフロントに電話をかける。確認すると、今は清掃中で30分後には利用できるとのことだった。そこでラメの方を向いて確認する。本当にいいの？僕なんかと一緒で。僕なんかだなんて言わないでください。え？私が一緒に入りたいっていうのはご主人様だからです。ご主人様じゃなかったら旅行にも来ていません。確かにそうだ。そう言いながらラメはなぜか悲しそうな表情をしていた。
けれどすぐにいつもの表情に戻る。悲しい顔させるなよ主人公、今日くらい僕なんてってことは封印しろよな。それにご主人様は旅行の間は恋人としてそばにいてくれって言いました。恋人同士なら婚約をしても問題ありませんよね。本当だ、恋人同士だったら婚約しても問題ねえな。なんなら体を触り合いっこしても問題ないよな。可愛すぎて卑怯な誘い方だと思った。僕だって男だ、ラメに婚約に誘われて嬉しくないわけない。胸がドクンドクンと高鳴っているのを感じる。その一方でラメが直前に見せた悲しげな表情も気になっていた。僕なんかだなんて言わないでください。むしろさ、そういうことを言わないようにラメちゃんが来てくれたようなところあるからな。以前にも一度似たようなことを言われたことがあった。僕と話をしているときにラメが唯一見せた心の底から悲しんでいるような表情だ。なぜそんな顔をするのか気になって考えを巡らせていると、ダメでしょうか。ダメなわけねえだろ。え、一緒に露天風呂。僕が何も言わずに押し黙ったものだから断られると思ってしまったらしい。ああ、いや違うんだ、ちょっといろいろと考えてしまって。いろいろとってそれはもしかして、まあそれもあるけど、まあむしろそれが9割ぐらい占めとる気がするけど。隠しちゃダメよ、タオル使ったらダメよ、ダメよ。ダメの顔が一気に赤くなる。間違いなく変なことを考えてしまって恥ずかしがっている顔だ。ご主人様がお望みなら覚悟を決めます。そうだ、覚悟、はい覚悟。待って、まだそんな覚悟を決めなくていいか。まだということはお風呂上がりにお部屋で。そっち方面の妄想がすごいね君。意外とウブだね。違う、そういうことを考えてたわけじゃないから。確かにラメとそういうことができるなら嬉しいことこの上ないんだけど、で僕は何を考えているんだ。もう こんなゲームをやっている人をさのことを代弁しとるかのようなことは言うてくれるね。ラメの気に当てられて暴走しかけている自分の頭を何とか止めると、とりあえず30分後に予約を取っておくから、それまで準備をして待っておこうか。おいラメ、そう言いながら水着を出すのをやめなさい。いつの間に買ってたんだお前、水着はダメ。温泉に、露天温泉に冒涜だぞお前。またまだ誤解し続けていそうなラメを尻目に、僕はもう一度フロントへ電話をかけて個室露天風呂の予約をしたのだった。この笑顔やけんな、こんな深い笑顔を見せたことがあっただろうか。来るぞ、来たー。いい湯加減だった。露天風呂からの眺めも悪いものではない。主人公こんな感じの見た目だったんだ。普通なら心の底から落ち着くことができるひとときなんだろう。でも僕の場合は違った。まさか本当にラメと婚約することになるなんて。そう考えるだけでこと心がざわついてしまう。湯加減の良さも眺めの良さも実のところあまりよく分かっていない。やぶん、これタオルで股間隠してるけど、その下はピーンってなったんだろうな。うん、NHK の朝の頭シャキーンとする番組ぐらいにピーンってなったんだろうな。ドキドキしすぎてのぼせてしまいそうだ。今ラミエは脱衣所にいる。部屋、服を脱いでいるところを見られるのが恥ずかしいらしく、先に風呂に入っておこうように言われていた。おい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 、何が服を脱いでいるところを見られるのが恥ずかしいだお前。これから全裸を見るんだぜこっちは。ラメが服を脱いでいる間に、僕はまずさっとシャワーを浴びて体の汗を流してから温泉に入る。温泉では先にシャワーを浴びてから入るのがマナーだ。それにしてもラメ遅いな。もう10分近く脱衣所から出てこない。もしかしてやっぱり僕なんかと婚約するのが嫌で部屋に帰ってしまったんじゃないだろうか。そんな不安が夢中をよぎった時だった。お待たせいたしました。ふぅ、マイエンジェル、マイエンジェルが来たぞ。湯煙の向こう側にラメの姿をちらりと確認する。
遅かったね。言ってることが真摯なんよ。遅かったね。はい、紙をまとめるのに時間がかかっちゃいました。まとめよったんじゃ。湯煙の中、ラメイが急ぎ足でやってくる。あんまり急ぐと足が滑って危ないぞ。大丈夫ですよ、子供じゃないんですから。クスクスと笑う声が聞こえた後、先に露天風呂に入っている僕のそばにラメが腰を下ろしてきた。来るぞ。わーわーイエーイ、めっちゃ真っ白。わー、やばい、全身純白の体がそこにはあった。じゃぶんと静かに入水する音が聞こえた。それは無理だね。もう俺はむしろ視聴者にこの純白な体を見せつけるね。てかタオルつけてるね。主人公もそうだけど、パータオルつけてるね。湯船にタオルつけちゃいけないってマナーもなかったっけね。俺の記憶が正しければね。ああ、そうだよな。うん、大丈夫。見ないようにする。そうやって露骨に目をそらされるのも嫌です。どうすりゃいいねん、どうすりゃいいねん、そんなこと言われても無理がある。ててててー、いやいやいや、そんなこと言われてもどうすればいいって言うんだ。すぐ隣で密着された状態なんだぞ。間違って襲ってしまいそうになったらどうするんだよ。その時は警察呼ばれるだけだ。落ち着け落ち着け、僕落ち着け。ハマーディー、誰だハマーディー。ハマーディー出てきたよお前。ミニ四駆のアメリカ代表出てきたよお前。いつも通りの心を思い出すんだ。ラメに手を出しちゃいけない。ラメは天使なんだ。手を出したら絶対に罰が当たる。いいお湯ですね。しみじみとした声が聞こえてきた。隣でラメの体がゆったりと脱力しているのを感じる。その気配で当てられて、次第に僕の心も穏やかになっていく。まあ僕の息子はまだまだガチガチなんですけどね。温泉ってこんなに気持ちいいんですね。露天だから開放感もあるしね。景色もすごくいいです。空もすごく綺麗。見てくださいご主人様、あんなに星がいっぱい。星空を眺めるなんてすごく久しぶりだな。まあ俺の隣のこの嫁に輝きで勝る星なんかないけどな。仕事で自分の店を回して帰るときに空を見上げればいつでも見ることができるはずなのに、心の余裕がなくなると身の回りのあらゆることに気がつかなくなってしまう。ラメのおかげで心にゆとりが持てるようになったよ。ありがとう。どうしたんですか？ラメには感謝してもしきれないからさ、今のうちにいっぱい言っておこうと思って。そうだ、人への感謝ってさ、その人がおる間に言っといた方がいいぞ。これは家族に対してもそうやし、周りの職場の人間とか上司とかそういう人にもそうだぞ。あとネットだったら推しの VTuber さんとか YouTuber さんとか好きな配信者さんにもそう。感謝とかさ、好きっていう言葉はさ、その人がおる間に言わんかったらあかんぞ。でないとさ、いきなり引退してさ、おらんようになってしまうことが VTuber さんでも割とあるからな。言うとかんかったらあかんぞ。私は大したことはしていませんよ。ご主人様が大切なことを思い出しただけです。それでも、ラメがそばにいなかったら思い出せなかったことだよ。今日だってそうだ。ラメと一緒に観光できて、いろんな気持ちを抱くことができた。私もご主人様と一緒に回れて楽しかったです。一番の感情といえばその奥底から上がってくるムラムラ感やけどな。昼間に食べ比べした和菓子美味しかったね。ラメがいろんな店のものを食べたいって言ってさ。謝らなくてもいいよ。和菓子を食べ歩くのに必死なラメを見れたのも面白かったし。食い意地が張ってるみた
いに言わないでくださいよ。そんな食い地が張っているからこそ胸が育つんだろうなとか思ったり。はっ、ごめんごめん。はっ、たまに主人公ほんまに夢の国のネズミ出てくるな。思い返すと本当に楽しいことばかりだった。どの場面を思い出してもラメイがすぐそばにいる。とても嬉しくて楽しくて、でも心のどこかで寂しさも感じていて、この旅行が終わって少しすればラメイは僕のそばからいなくなってしまう。思い出が楽しければ楽しいほど、ラメイと別れる時のことを考えると苦しくなってしまう。そうやな、なんでこう楽しいことってずっと続くのだろうなって。終わりがあるからこそ物語は成立するなんて話があるけど、別れってんはほんまに苦しい辛いものかもしれません。笑顔で別れられるっていうのは多分次に会う時があるからなんだろうなって思うぐらい。けどそうじゃない、もう一度別れてしまうとラメイとは出会えない。そう考えると、この別れは相当に辛いもの。ご主人様？ラメイが不安そうに僕の顔を覗き込んでいる。僕は寂しい気持ちを蓋にした。寂しい気持ちに蓋をした。ごめんね。今は全力で旅行を楽しまないとね。そうですね。ここなしかラメイのテンションが少し下がってしまっているように感じる。せっかく二人きりで楽しんでいるのに、いらないことを考えてしまって水を差してしまったな。ご主人様は前よりも上手に笑えるようになりましたね。え？僕が？はい、自分では気づいてないかもしれませんが、最近のご主人様はよく笑っていますよ。そう言われるとそんな気がしてくる。今日なんて観光中はずっと笑顔だったような。ご主人様は一人で背負い込もうとしすぎなんですよ。だからパンクしちゃうんです。人呼んでパンクブーブーだ。笑い芸人になっちゃった。僕は店長だからね。僕がしっかりしてないとアルバイトの子たちも申し訳ないだろ。本当にそう思っているんですか？本当にパンクブーブーなんですか？え？ご主人様は他人を頼るのが怖いだけなんだと思います。おう、え？正面から打ちのめされたような感覚になった。もっと周りの人を信じてあげてください。周りを信じる？アルバイトの女の子たちも言ってましたよ。ここ最近のご主人様は前よりも親しみやすいって。アホなんじゃ。僕は親しみにくいって思えてたのか。ちょっとショックだった。自分なりにいろいろとコミュニケーションをとっていたつもりだったんだけどな。親しみにくいとは言ってませんでしたけれど、境界線を感じるって言ってましたよ。ああ、境界線？これ以上はこっちに入ってくるなって言われているような感覚だそうです。はあ、そう言われるとラメイが僕の元に来る前はそんな雰囲気を出していたかもしれない。今日だってお店の子たちを信頼しているからこそ旅行ができているわけじゃないですか。確かにそうだな。こんな感じで誰かを信頼して、ちょっとずつ肩の重荷を分け合って、助け合って生きていくのが人間なんだと思います。ああ、仕事が忙しくて膨大な業務をこなしているうちに大切なことを見失ってしまっていたようだ。ああ、それを天使と女の子に教えてもらうっていう、なんてロマンチックな話だろうか。僕は自分の方が緩むのを感じた。まさかここに来て説教されるとは危なかったな。天使からのありがたい助言ですよ。大切にしてくださいね。心に刻みつけておくよ。ぜひそうしてください。それから僕らはしばらくゆっくりと温泉に浸かり続けた。体がふわりと宙に浮いているようないい心地になってきたところで、ラメに提案する。ラメ、やらないか？
やべやべやばい、ちょっと安倍さん出てきた気が、ちょっと安倍さん的なところが出てきてしまったね。やらないかって言われたらやばい、あーの本やってしまう。そろそろ上がろうか。そうですね、長湯しすぎてのぼせてしまうのもいけませんし。じゃあ、はい、二人一緒になって立ち上がる。その時、え、何？ラメ？わあ！ラメが足を滑らせて体勢を崩す。とっさにラメの手を引いて転んでしまわないように手繰り寄せた。ああ、こんなとこでラッキースキル。あらら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 。すみません、ありがとうございます、ご主人様。いや、こっちこそありがとうございます、ありがとうございます。いやいや、へその方まで出て見えてる。ああ、いい感じに隠してるなお前。はいはいはい。あ、ラメ、タオル、タオル。結構感動的なシーンなのにこんなこと入れてきやがって。このゲームやってくれるね。ラメのカードがあらわになっていた。温泉に入っている時は湯の中で揺らめいたり、水面の光の反射ではっきりと見えなかったりしたけれど、今は違う。丸見えだ。何かが何までダイレクトに見えてしまっている。普段から思っていたけれど、やっぱりラミは信じられないくらいにいいスタイルをしている。目を離さなきゃと思ってもそこに目線が吸い込まれてしまう。やべえな。そんな僕の目線から隠すようにラミが自分の胸を片腕で抱きしめるようにして覆った。ご主人様のエッチ。ごめん。ラメに言われて僕は何度も頭を下げて謝る。これが露天風呂の定番ですよね。本当にボケん、見るつもりはなかったんだ。見たいとは思ってたけど。分かってます、ご主人様は私を助けてくれただけ。あのままだと私は転んで怪我をしていたかもしれません。ですからありがとうございます。許してくれるのか。ラメに嫌われたのかと思ったので、そう言ってもらえると安心できる。主人様、今回の件は水に流しますので。流しますので。そろそろこっちを見ないでほしいのですが。それは無理です。あ、慌ててラメに背を向ける。ごめん、僕先に上がってるね。ラメから逃げるようにして僕は脱衣所に駆け込んだのだった。チキンめ、このまま覆いかぶせればよかったもの。翌朝目が覚めるといつもとは違う天井が真っ先に目に映って少し驚いた。おはようございます、ご主人様。すぐそばでラメが畳の上に正座をしている。だんだんと頭が覚醒していく。ああ、そうか。僕はラメと思い出作りの旅行に来ていたんだった。おはよう、ラメへ。ラメと顔を合わせることがまだ恥ずかしい。昨日見たラメの裸体がフラッシュバックしそうになってしまう。もう頭のフォルダーには完全に保存されてますからね。どんな形の乳首だったんだろう。それを懸命に抑えながらいつも通りに振る舞う。あっという間の旅行だったな。これから都内に戻って夕方には自分の店に出勤しなければならない。急に降りかかってくる現実が嫌になりそうになる。確かに、なんかのイベントに行ってさ、非現実的な経験をして終わる頃にはちょっと寂しいなる時ってあるよね。俺にとっては特集までやっている街遊びっていうね、アニメのイベントがあるんですけど、それから帰ってきた時にそんな感じで、ね、感じた時あるな。ご主人様ったらまだ気が早いですよ。え？まだ私たちは旅行中です。は？そうだな、帰るまでが旅行だよな。は？それもそうなんですけど、最後にもう一箇所だけ観光してから帰りませんか。もう一箇所？どこに行きたいところがあるのか。昨日観光で回ったところ。いいえ、実はまだどこへ行くのかは決まってなくて。
ラメがそこで口ごもってしまう。その瞬間、僕は全てを察した。きっとラメも僕と同じ気持ちなんだ。この旅行が終わってほしくない。でもそれは叶わない願いだ。だから最後にもう一度だけ思い出を作って帰りたい、そう思っている。それは僕は未練がましいなんて思わない。わかった、一緒に行こう。そういった瞬間、ラメの表情が明るくなる。わがまま言ってすみません、ありがとうございます。構わないよ。でもその前にまず朝ごはんを食べに行こうか。かしこまりました。どこへ食べに行くんですか？旅館の離れに食事どころがあるみたいなんだ。そこの食事、朝食引き換え券も旅館を予約した時についてきたから、せっかくだしそこに行こう。わあ、いいですね。昨日の夕ご飯もすっごく美味しかったですし、楽しみです。うん。満面の笑みを浮かべるラメを見て、僕もつらえて笑顔になりうなずいたのだった。食事どころの朝ごはんもものすごく美味しかった。ご飯と味噌汁、それに焼き魚と山菜の炒め物がメインになった。古き良き日本の朝ごはんという感じだった。それを食べ終えて部屋に戻る途中の廊下で無料のリーフレットが置かれていた。それを数種類手に取って部屋に持ち帰る。この旅館から近いところにある観光地の紹介みたいですね。ああ、ここで何、どこに行くかちょっと決まるかな。テーブルの上に並べられた複数のリーフレットを眺めながらラメが言う。これからトライに帰る前にもう一箇所どこかを見て回りたいと思っていた僕らにはちょうどいい。僕もリーフレットの一枚を手に取って確認する。ここはちょっと遠いな。行けないこともないけど移動時間の方が長くなりそうだ。こっちもそうですね。それからこれは昨日回ったところですね。あ、ご主人様、ここなんてどうでしょう。ん、どれどれ。ラベが指さしたのはドンキホーテだった。せっかくだからまだいてるところにいたいよな。ドンキホーテはさすがにセンスねえよ。そうですね。なんだ、どうした。ん、どうしたの。ラメが提示してきたのは神社。神社か。どうやらこの辺の土地の神様を祀っているらしい。なんだ、そういうのに興味があるんか。天使が、天使が神のこと興味あるのかお前。場所もこの旅館からバスを使って30分くらいで行けるようだ。移動時間的にも問題はないんだけれど、ここでいいのか。祀られている神様には申し訳ないけれど、ちょっと地味な印象を受けた。誰が地味じゃ。リーフレットの見出しに人里と離れた静かな自然、土地のパワースポットと書かれている。静かでひつやかなイメージの強い場所で、これまでラメと回ってきた観光地のようにはしゃぐような場所ではない。はい、ここがいいんです。それともご主人様は嫌ですか。え、何、ここに来て神様と会ってやっぱり俺とラメ一生一緒にいさせてもらえませんか、お願いしますって頼み込む。お父さん、ラメを僕にくださいみたいな感覚やな。いや、そんなわけないよ。ラメと一緒ならどこでも楽しいし、ここにしようか。ありがとうございます。多分さ、俺ラメちゃんと一緒だったらさ、あの裁判所でもさ、ワイワイガヤガヤ楽しくできると思うな。まあ周りからしたらめちゃくちゃ迷惑やけどさ。それからラメはしばらくリーフレットを食い入るように見つめていた。何か面白そうなことが書いてあるの。いえ、なんというか天使として少し興味があるんです。なるほど、あ、そうなの。神社に興味あるの。なんだかすみません、私の都合で振り回しちゃってるみたいで。気にしないでいいよ、せっかくだしちゃんとおまわりしようか。いいですね。しかもこれ見てください、期間限定で今だけ巫女服のレンタルができるみたいです。マジか、巫女服着ているラメちゃん見えるってことか、遠回りに。それで主人公を着せられたらなんでってなる。それでさ、着たら主人公着たらなんでってなるからなお前。見てるとリーフレットの隅に小さくそんなことが載っていた。
でもその巫女服は普通のものと違ってスカート丈が短いし、見るからにコスプレ感が強くなっている。大丈夫、いつものラメちゃんの服装もコスプレ感強いから。神社で巫女のコスプレレンタルを売り出すってありなのか。急にうさんくさくなってきたな。巫女服かわいいです。私一度は着てみたかったんですよね。ああ、ラメちゃんもそう言うんやし、いいんじゃないの。巫女服を着たがる天使って変な構図だな。巫女服のコスプレレンタルを売り出す神社よりもうさんくさく感じて思わず笑ってしまいそうになった。なんでそんな顔するんですか。いいじゃないですか、別に私だって可愛い巫女服を着てみたいですよ。ちょっとあくらめちゃって。いや、ごめんごめん、ちょっと面白かったからつい。須野神社に祀られているという土地の神様もまさか本物の天使が巫女服のコスプレを着てお前に来るなんて思ってもいないだろう。ご主人様の意地悪、私のことそうやってバカにして。バカにしてるわけじゃないって。僕もラムエの巫女服姿見てみたいしさ。本当ですか。見てみたいね。僕絶対次の動画のサムネするわって感じになるね。本当だよ、だから危険直してよ。いいですよ、それなら許してあげます。さすが天使なのに巫女服をつけたいなんていうラメー様は寛大だ。やっぱりバカにしてますね。心読まれてるな。なんだ、大天使様みたいな人の心を読むスキル、そろそろ備わってきたん。してないよ。大天使様のように心を飲む能力がラメにも備わったかと思うって、ちょっとだけヒヤリとしたのだった。ああやべえ、大天使どんどん近づいてきてるのかなって思ってしまうな。というわけで今回の動画はちょっと尺が長くなってきたので、ここら辺で切らせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回多分これ A ボタン何回か押したら巫女服のラミーちゃんが出てくると思うので、皆さん期待していてください。というわけで皆さん、おつ、え、何やったっけ、最近作った自分の挨拶を忘れたわ。おつけいか。全然自分に浸透してないわこの挨拶。じゃあもう一回、皆さんありがとうございました。おつけい。